どういうふうなマネジメントで打ったんですか。そんな真面目な質問来る？はい。真面目なチャンネルで、そういうあれなの？じゃあ、まあ、ちゃんと答えた方がいいよね。はい。鈴木貴之公式チャンネル、シックスランナー。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、鈴木貴之です。はい、貴之さん。はい。今日はですね、前回の前田幸永さんに続いて、はい、スペシャルなゲストをまたお越しいただいてます。緊張してるし、はい、高橋さんからぜひその方紹介していただければと思います、はい、早速お呼びしましょう。清水貴之さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ガチガチな紹介ありがとうございます。よろしくお願いします。僕はね、もう現役当時から同じ外野手、キャンプ入ると清水さんからキャッチボールの指名をよく受けてて、そうなんですか。ガール一緒にやろうよって。年齢違うけど入団年も近いんだよね、はい、そうですね、はい、今日はいろんな話を聞かせていただきたいなというふうに思います、はい、何をするかと言いますと、清水さんが天才だと思った投手、はい、打者をそれぞれ聞いていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。清水さんが現役の時に、はいはい、このピッチャーマジすごいな、あ、はいはいはい、まあ、同じ球団の同じチームメイト、うん、まあ、ジャイアンツと西武ライオンズ、うん、やってますけども、それ以外でもいらっしゃったら何人か挙げていただきたいんですけども。いや、もういっぱいすごいなって思うピッチャー、はい、もう先輩方でいっぱいいて、まあ、斉藤正樹さんに驚かされたのね、入った時に、はい、入団して最初の紅白戦立たせてもらった時に、まあ、それで衝撃を受けたのが最初かな。で、まあ、上原ももちろんすごかったし、はい、藤川球児君ももちろんすごいし、あと山本昌さんもすごいし、でもその中ででもね、おっと思うのは中里か。ああ、肩怪我する前、そうそうそう、ドラゴンズで18番、ね、そうそう、今ね、ジャイアンツの、はい、あのスコアラーでいるんだけど、彼はがすごかったね、やっぱね。中里くんで、あの高卒ルーキーで初登板初先発してきたのかな、はい、名古屋ドームで、はい、生意気にもね、ストライクゾーンのまっすぐは自分は空振りしないんだっていう自信があったのね、はい、で、まあ、もちろん年齢重ねていく上でその自信ってなくなってくるんだけど、はい、打たないは別として当てることはできる、空振り絶対しないっていう自信あったんだけど、彼のボール見た時に空振りするかもしれないと思った。初めて見た時にだから、わ、すげえピッチャー出てきたなって、うん、まあ結構障があってね、なかなかあれだったけど、でも彼がね、もしあのまま行ってたら、俺はでも歴史に名を残すようなピッチャーになってたんじゃないかなって。その球のイメージって、球の伸びとかあるじゃないですか、うん、どんなイメージだったんですか、こう中里くんが投げる他のピッチャーとは違った中里くんの特徴みたいな、加速度が違う、ホップしていくよ、こうでブンってくる感じだから、はい、ただだから150キロとかでもドーンってくるんじゃなくて、はい、もうなんかね、加速スピードが緩まないでくる感じかな、あの水切りみたいな、そう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 、まっすぐを 100% でいかないと当たらないと思った。だからそれ以外ってまっすぐ速いなってもちろん思うんだけど、はい、でも変化球を何パーセントかあったとしても当てるぐらいはできるだろう、はい、でも中里くんのはこれも 100% まっすぐでいかないと多分空振りすると思った、はあ、でもそれがね、まだ俺27とか8とかの頃だから、まだ全然感覚だったり体も元気だった頃だ、その時にそう思ったから、名古屋ドームで彼のボール見た時は、あのストライクゾーンでもこれ空振りすると思った。いや、これぜひね、ちょっとね、いや、聞いてもらう、他の人にも聞いてもらいたい、対戦したことある人には、そうやって答える人結構いると思うよ。あ、一回り目のあの1打席のね、彼のボールすごかった。中里くん喜んでますよ。変化球はどうですか。変化球スライダーだったら伊藤智人さんと、まあ、岩瀬くんかな、岩瀬投手かな、すごいところから曲がってくるでしょ。そうですね、なんか端から端に来るような感じですね。伊藤智人さんに立たせてもらう、最初立たせてもらった時は、はい、俺まだルーキーとか1年目とか2年目ぐらいだったんだけど、はい、やっぱりこうプッて投げたら出どころが全然違うところ最初行くんだよね。あ、こう行くんじゃなくて、さっきプッて言ってんだけど、こっち側に行くような感じだ。自分の軌道にか消えるってことですね。そうそうそう、近いから、そんな軌道にボール出ないでしょってところから曲がってくるから、はいはい、あ、すげえなと思ったのと、岩瀬君のやつはね、
ルーキーっていうのは分かってても、どんなピッチャーか知らない、球投げるか分からないと、そうどんなルーキーなんだろうなと思ったら、はい、今まで見たことないようなスライダーだったそれもやっぱこっちが出るんだよね。そうですね、こっち前向いて投げてるんだろうけど、前向いてバッて腕振ってくんだけど、一回こっち側出てずーって曲がってきた。なんかこうブーメランみたいなこう曲がり方ですよね。そうそうそう、膨らむんだよね、膨らんでいくんですよ、ずーっとこうやってこう、なんか岩瀬さんのところに帰ってくんじゃないかぐらいの、いやだからなんかそうだよね、こういうスライダーじゃないよね、はい、こっち側に外れてから出てくる、ね、外れてこう戻ってくるような、なんかキレっていうよりもこう滑ってくるようなボールですよね。そうだね、滑りがあるっていうような、だから真横にだから一回止まって曲がっていくような感じで、はい、それもコントロールもいいし、まっすぐも速いし。ちなみに岩瀬さんとの対戦成績はどうですか。いや何本かはあると思うけど、でもそれは打ってないよね。打ってないイメージが、打ってないイメージあるよね。だってスライダーもすごかったし、さっき言ったようにコントロールもいいから、ここら辺に途中がツーシームとか、ね、投げ始めて、あれで余計難しくなっちゃったよ ね。ここら辺からスライダー来るかなと思ったら、今度逆に曲がるボールが来るからあのぐしゃってなるやつですね。そうそうそう、一番またね、コントロールいいんだよね。あんまり変なカウントに作んないでしょ、はい、ボンボンもうゾーン内に来るから、それは打ってましたよってはならないよね、あんなピッチャーね。やっぱすごかったよね。山本昌さんとか下柳さんはどうでしたか。もう嫌だったよね。やったことあるでしょ、お二人とも。やりますね。あ、でも右打席でやってる、ね、僕は右だったんで。そうだよね、あの吉野さんとか見てもなんかもう左右に揺さぶられて、うんうん、外のスライダーなんかもこんなし空振りしてるイメージがよくあったんですけど、コントロールいいし、はい、山本昌さんはやっぱりまっすぐがまず速いなって感じさせられちゃうのがすごく難しいところで、それで外もあるし内もある、はい、で下柳さんはもうスリーボールとかでも全然こっちシュート投げてくるのあんまりで、そこも投げ切れる人いないんで、ね、いないです ね、外でカウント取りますもんね。そう、はい、だからこっち側にシュート投げるんだと思わされた時点でもうちょっとバッターはきついよね。平気な顔してスリーボールワンストライクから首振ってインサイドシュート投げてくるからでもやっぱすごかったよね。両サイドのコントロール良かったから、だからやっぱ共通して言えるのはやっぱこっち側にシュート投げれる人っていうのはやっぱり難しかったよね。左ピッチャーやっぱ入りずこうやっぱりこっち側一辺倒だったらやっぱ楽だから、そんな球速くなくてもずっと勝ってるピッチャーって、はい、やっぱこっち投げてこっち投げられるピッチャーが勝ってるよね。石川君だったり、はい、ヤクルトの鉄もそうだよね。そうですね、インサイド投げれるし、そうですね、で久典もそうだし、はい、で当然マサさんもそうだし下柳さんもそうだし、だからこの両サイド投げれる人はやっぱり勝つピッチャーなのかなって自分の中ではあるかな、うん、清水さんがこのシュートスライダーを打つってなった時にどういうふうなマネジメントで打ったんですか。そんな真面目な質問来る、はい、一応真面目なチャンネルでそういうあれなのじゃあ、まあ、なんかちゃんと答えた方がいいよね、はい、左ピッチャーでしょ。左ピッチャーだったら両サイド追う、両サイド投げ分けるピッチャーの対策法っていう、真ん中から外ぐらいのまっすぐとスライダーをショートの頭打とうと思ってて、それでインサイドのシュート気味のボールでもセンターに打とうと思って、それをさせてもらえないピッチャーが難しかった。ちょっと詰まってもセンターの方に打てるって思えるピッチャーのがやっぱ組みやすいよね、やりやすいけど、ここら辺にやっぱギリギリで来る人っていうのは詰まってもセンターに打てないぐらい厳しいところに投げ切れる人はやっぱ難しいよね、はいはい、でもシュート系のボール持っててもちょっとベース板に乗る人だったら、はい、バットさえ内側から出せばガシャッとセンター前打てる、うん、って思えると、はい、外のまっすぐスライダーにも対応できるんだけど、なるほど、ここのボールがもうどうしようもないわっつったら今度外のまっすぐとスライダーも難しくなっちゃうから、はい、まあ大変だったんだけど、だから基本的にだから外のまっすぐとスライダー向こう行きながらちょっと甘く入ったボールでもガンって向こうに打てるか打てないか、打てないところに来られちゃう人っていうのはだからもうマサさんとかも、マサさんってなんであのマウンドに立つとさらに大きく見えるんですかね。近いよね。近いですよね。すげえ、だからやっぱここで話すところもやっぱいかに前にして話すかっていうことを考えられてて、はい、いやだからそれもあったんだと思うよ、バッターボックスで近く感じるって。だから見えてる時間がすごく短かったでしょ、そうですね、ボールが見えてる時間が、はい、なんかビヨーンってこうなんかワンピースのようにこうなんか遅れてこう出てきますね。で最後の最後でボールピュッてくるピュッてきますね。で見えてる時間が本当そこら辺から投げられてるみたいな感じだよね、はい、だからそれはすごい高い技術。右バッターはどっちかってシンカー系しかなかったので入ってきてもスライダーとかだったんですけど、やっぱ左は多分間を取れないですよね。
だからまっすぐスライダーだけじゃなくてこっち側にやっぱシュート系だったりああいうボールも投げ切れる方だから難しいよね。あれがだからよく言う左バッターに対して抜くボールが投げ切れない左ピッチャーっていうのは左バッターが有利だったりすることが多いんだけどやっぱり両サイド投げ切れるから自分にとってピッチャーに不利なカウントでも投げられちゃうんだよね。投げられる自信がない人は有利カウントになったら多分もうこっちからこっちしか来ないんだけど、はい、だからやっぱりね左ピッチャーで勝つ人っていうのはだからインサイドすごくつける人左バッターに強い人かはインサイドすごい つける人って思って見とくとやっぱそうだなやっぱ意図があってそこに投げてると投げ切れる人だね投げ切れてるっていう、うん、これは例えば中学生とか高校生でもそういう技術は身につけた方がいいと思いますか。えピッチャー、はい、いやでもプロでもそんなにいないでしょ。いないです、ね、インサイドに投げ切れる人ってだからそうしたらやっぱ一個一個のボールの質を最初に高めてただ頭の片隅に左対左の時にこっち投げ切れた方が有利だよっていうのは思っておいた方思っておく程度でいいんじゃない。だってここにバンバン投げられたらだって本当2桁勝つような人がここにあと長継ぎエースみたいな人がここにバンバン投げるからね。そうですね。あのジャイアンツ中川君だってそうだし、はい、彼らってやっぱここに結構きついカウントでいくから、ね、いけるから、まあ、そんだけ武器になる左バッターは嫌がるボールなんだっていうのを知っとくだけでもいいのかなと思うけどね。すごい勉強になるね。大丈夫ですか。大丈夫。野球の教育番組ですよ、ね、どうやって打つかね、ピッチャーもどうやったらバッターを抑えられるかっていうね視点っていうところで中里君と、まあ、数あるいろいろな、岩瀬さんであったりね、うん、伊藤智人さんであったりとかいろんな変化球の、まあ、ピッチャーの話をしていただきましたけど次はですね、はい、打者編に行きたいと思います、はい、楽しいねこれ。普通の生活でこういうプレッシャーはないからね。よっしゃー。これでも簡単に俺の記録抜かれたらまた呼んで。